やあ MJ、 とりあえずこの住所に向かって。ここにコスタファミリーの隠れ家があるの。情報が正しければ最後のドライブがあるはず。 MJ ちょっといい？待って、よく聞いて。私この前はちょっと大げさに反応しちゃった。そんなことないの、僕でも同じ反応したって。私たち別れてたし、私もデートした人たちいるし。そっか、って待った、人たちって言った？え、何も。私たち大人でしょ。囚われてる子供がいるなら私たちが助けなきゃ。君って最高。まあね。そう、ドライブの中身が分かったかも。数年前、5つのファミリーで共用の会計システムを導入したの。資産を1箇所にまとめたのか。そこにアクセスするには5つのデータドライブが必要。ハンマーヘッドはブラックキャットの息子をさらって、彼女に他のドライブを盗ませて他のファミリーから資産を乗っ取ろうとしてる。自分だけ超リッチになって他のファミリーはすっからかんってわけ。あいつより先に最後のドライブを見つけなきゃだね。フェリシア、ちょっといい？あら、おしゃべりしたいとこだけど。今急いでるの。電磁パルスでウェブシューターがショートした。ダッシュで追いつくしかなさそう。力になりたいんだ。なら邪魔しないで。子供が人質なら君一人じゃ無理だ。これまでだって私一人でやってきたわ。僕に手伝わせて。ちょっと通るよ。僕を信じて。昔は組んでただろ。だからこそ信用できないんじゃないのよ。一言でも相談してくれればよかったのに。あなたにとってはちっぽけな問題。ほっといて。ちっぽけかどうかは僕が決める。また、マフィアの暴走のこと、それだったら大問題。諦めて。スパイダー、私は一人だ。待ってました、ウェブシューター復活。一緒にハンマーヘッドを止めよう。どうやって？殺しも法を破ることもしないあなたのやり方じゃ無理よ。フェリシア、教えてくれ。もしかしてその子って。私の子よ。私が育てていく。ほんと頑固なクモさんね。ねえ、話そうよ。一晩中続けたってへっちゃら。あら、かわいいこと言うわね。本気出さなきゃダメかしら。もっと近くに。追いかけっこは終わり。もう追わないで。人間らしく話さない。人間らしくしてるつもりだけど。ドライブの中身は知ってるよ。さすがね、強くてスマート。ハンマーヘッドにドライブを渡しちゃダメだ。それを渡せば子供は殺される。協力させて。どうするつもり？時間を稼いでその隙に子供を探す。嬉しいわ。また一緒になれるのね。そういうのはなし。残念。いいわ、2日くらいならどうにかできるかも。それで君の子供だけど、もしかして僕が。待って、まず子供を探す。取り戻したら
その時話しましょう。じゃあね、スパイダー。ああ、MJ に殺される。ピーター、今度は捕まえた？ああ、彼女が時間を稼いで僕らが子供を探す。それで、子供の父親は？はぐらかされただと思った。彼女に利用されたりしてないかな。ブラックキャットは理由もなくハンマーヘッドみたいなやつと組む人じゃない。ああそう。じゃあナンバープレートを調べてみる。分かったら知らせるね。はあ、もうガス欠だ。腹ごしらえしなきゃ。エディーズピザ。エディ、僕だよ。スパイリー、腹減ってるのか？大正解。いつものお願い、ペパロニ多めね。任せとけ。屋上に配達か？うん、頼むよ。前と同じ屋上で。待ってな、できたら知らせる。お待たせスパイリー、できたぜ。ありがとう、ヒーロー。ヒーローはあんただろう。まあよかったら SNS で店のこと書いてくれ。話題になるからさ。任しといて、またね。会いたかった。でもすぐにお別れしちゃうけど。もしもし。ナンバープレートの情報が分かった。登録先はハンマーヘッドの古い友人が経営する倉庫会社。今目の前。ちょっと待ってて、すぐそっちに向かうから。じゃあそれまで辺りを偵察しとこっと。じゃあとりあえずここに子供がいるか確認してみて、見つけたら助け出さなきゃ。ピーターそっくりだったらどうしよう。でちょっと何考えてるの。あの男の写真撮っとこう。何かあった時に使えるかも。警察の知り合いにあの男を調べてもらおう。ひっきりなしにかかってくる。仕事に戻れ。サボるんじゃないぞ。ノーマークのパソコン、絶好のチャンス。出荷リストだ。配送センターがわかるかも。急がなきゃ。冗談だろ。まずい。よし、みんなに行くぞ。コストファミリーが面倒を起こしてる。俺たちとやる気かもな。これからどう動くかちょっくら話してくる。警戒しとけ。誰かいたら有無を言わさず始末しろ。 OK、 運送会社のデータゲット。これで子供の居場所が分かるといいけど、調べるのは後。ひとまずここから逃げなきゃ。静かにね。さすがにヒヤヒヤしちゃった。何なの？ごめんごめん、ほんとごめん。ここで何してるの？なんかピザの匂いする。ピザ食べてたから。あのね、そっちがピザ食べてる間に私は子供を探して証拠を集めてたの。これでも急いで食べたよ。やらなきゃならないことがあるから後で電話する。はあ、今日の教訓、ピザ食べた後はぶら下がり禁止。ねえ、助けてくれない？場所を送るわね。フェリシア、どうした？ほんと自己中、いくらなんでも勝手すぎる。文句言いつつ駆けつけちゃった。それであれは何なの？古い友人からの情報。ハンマーヘッドはあのバーの上でとても重要なものを保管してる。手下がうじゃうじゃ。私が見つかったらあの子は死ぬわ。僕が奴らをおびき出す。その隙に行くんだ。さすがヒーロー。いいから頼むよ。
もううんざりだ。一斉に攻撃しろ。一人で楽しむ気？待ってました。おじさんになって丸くなったわね。おじさん？ちょっと年取ったけど僕はまだ若いよ。お先にどうぞ。おい、やめろ。金庫の場所分かったの？いいえ、でも絞り込めた。あの子は絶対そこにいるわ。それで彼のことだけど、そろそろ教えてくれてもいいかな。懐かしいわね。僕がおとりになって君が盗むこと。足を洗おうとはしたのよ。犯罪とは無縁の仕事について、週末はスウェットパンツだって履くようになった。何してるか気になってた。大変だったんだろう。子供もいたらなおさら。危険を犯さなきゃあの子は見つからない。手伝うよ。でも協力し合うんなら一人の方が楽なこともあるの。わかる？手を貸してほしいときは電話するわね。ピーター、パソコンの解析が終わった。この前言ってた大きな金庫だけど、ヘルズキッチン近くの造船所に配送された記録があったの。きっと子供はそこだ。ありがとう MJ。フェリシアに知らせよう。こんな時間に電話かけてきて、何か見つけたの？君の子供をね、今から送る場所で待ち合わせよう。さすが MJ、 この辺は人気がない。ここなら気づかれずに子供を監禁できそうだ。間違いないわ、ここにいる。奴らに見つかったらおしまいだ。手分けして片付けよう。昔みたいにね。猫のように静かに、雲のようにそっと。やつらに見つかれば子供が危ない。バレずに片付けないと。終わったわね。金庫を隠すにはおあつらえ向きだね。輸送コンテナを調べて、私はあのビルを調べる。フェリシア。何？辛い思いをしたんだね。そうね、思い知らせてやるわ。猫に手を出せば痛い目見るってね。輸送コンテナを調べないと。セーブルインターナショナル？何なんだこれ。うわ、セーブルの武器を横取りしたの？他にも何かあるかも。あれもぶんどったってこと？スパイダーマンだ、撃て！PC にロケットランチャーにミニガン、セーブルから盗まなかったものあるわけ？うわ、ギリギリセーフ。フェリシア、ちょっとちょっと冗談だろ。最初から僕を騙してたってこと？ごめんなさいね、今回ばかりは一人じゃ厳しくて。
君の目的はハンマーヘッドのドライブか。マギアの資産のすべてが私の手の中に。奴に偽物を渡したの？怒らせちゃったかしら。ってことは誘拐も君の子供も全部デタラメ。なんだか品がないわね。注意をそらしたのよ。まだ間に合う。ドライブを警察に渡すんだ。これは私のもの。それにハンマーヘッドの計画はもう誰にも止められない。せいぜい計画を遅らせるくらいね。仲間が全員やられてる。結果を調べろ。それじゃあね、イタリアであなたに乾杯するわ。フェリシア。ボス、開きました。それで？ああ、なくなってます。計画変更だ。ドライブに発信機をつけた。女を見つけて始末しろ。もしのこのこペントハウスに帰ってきやがったら、奴の家ごと粉々に吹っ飛ばしてやる。ですがドライブは。ドライブなんかどうだっていい。あの女を殺せ。了解、すぐ追います。ドライブに発信機がついてるならフェリシアが危ない。もう恋しくなった？今ハンマーヘッドが君のところに向かってる。ドライブに発信機がついてて。あなたって不思議な人ね。さっき騙されたばかりの相手をこうして助けようとして、なんでそんなお人よしでいられるのかしら。お人よしなんかじゃない。正しいことをしてるだけだ。君にはすごい才能がある。それを誰かのために使ってほしいんだ。アレス、でも分かってるでしょ。そんなの私でも。人は変われるんだ、フェリシア。愛してるわ、スパイダー。元気でね。待って、ペントハウスに入ったら爆発する。心配しないで。猫に急所ありって知ってるでしょ。くそ。待ってろ、フェリシア。今行く。フェリシア！そう、まだ遺体は見つかってないの？ああ。彼女生きてるかな？どうだろう、生きてるかもしれないけど。それでパパじゃないって分かって気分は？ピーター、冗談じゃなくて。正直なんだかほっとした。ほら、いろいろあったからさ。うん、そうだよね。でもあなたならきっと最高のパパになる。その時が来れば。最高の人とならね。